税金番号11番野田クリストルです。入ってきましたね。1年越しになんとかまた出ることができました。前回覚えてますよ。 R1M1 サスケの3冠を狙う天才マジカルラブリー野田クリストル。相方の村上も声援を送っている。さあここは慎重にいつもの芸風とは違った形で進んでいく野田クリスタル。やーっとあーっとあーっと野田あのローリングが出場者の中で一番回ったっていう話は聞いてます。100回転したって聞いてますね。せめてそのマッチョとか関係あるところで失敗したかったですね。ギミックにやられたっていう感じだったんで、まあでもあそこは対策すればなんとかなるところだと思う。頑張れ。大丈夫です。今日はもうあそこだけ集中して、そしたらもう余裕です。もう反り立つ壁とかはできることはもう確定してるんで、あそこさえ越えれば大丈夫です。去年は第2ステージを想定して、基本的にこのぶら下がりとかこれを練習してたんですけど、まだそこじゃねえなっていうことに気づきまして、まだローリングヒル、ローリングヒルだまずはっていう感じなんで、あそこをちょっとかかとで飛べるように、つま先で飛んじゃうとずるっていっちゃうんで、かかとでこう浮いてるようにちょっと練習していきましょう。この前で落ちることはないですね。あそこで落ちるやつはもう本当に一生の恥だと思っていいです。あそこで落ちるわけじゃない、春日さんじゃないんだから。今日はローリングヒル超えてファーストクリアが見られると思う、ローリングヒル超えるイコールファーストステージクリアですね。飛ぶんじゃないですか、反り立つ壁の上まで飛ぶんじゃないですか、ね、ローリングヒル待ってろよ。ゼッケン番号12ダンス世界大会優勝八条院クロードです。お願いします。絶対にクリアします。スタート。気持ちいかがですか。いや楽しみです、ワクワクしてます。みんな気合い 120% で入ってる、なんかこのなんか雰囲気僕好きです。僕が幼少期の頃にすごくメインで、一家団らんして見てた番組でもあるので、ワクワクします。ちょっと緊張もしますけど頑張りたいです。ちっちゃい頃からずっと運動されてたんですか、やっぱりサスケ見て。サスケに影響を受けて、木から木に飛び移ったりなんか高い壁登ったりしてた経験もあります。昔体にコンプレックスがあったという感じ。そうですね、家系的に骨が細くて女の子みたいってずっと言われてきた過去があって、それであんまり自分に自信が持てなかった経験があるんですけど、この役者というお仕事を通して体鍛えたり筋肉をつけたりして、それが自信につながってきたというか、なんかそういうところもなんか自分がクリアすることによってなんか勇気と元気を与えられたなと思います。ファーストステージだとどんなところが鍵になりそうですか。そうですね、新しいステージとあと、フィッシュボーンだったり、なんか昔からある受け継がれてるステージも全部が多分大切なステージ、一つ一つがそうだと思うので、落ち着いて緊張しすぎず力まず集中してできたらなと思います。ファーストステージ絶対クリアします。イエイ。13番、JR 東海東海道新幹線運転士相原良太郎です。相原良太郎さん、はい、285キロで線路を走るので、はい、もう僕らの特権というか、はい、今は動ける運転士じゃないと動く必要ないですよね、はい、動く必要ないじゃん。運転士はそうですね、まあちょっと無駄な筋肉と言われるかもしれないですけど。いよいよ緑山の舞台です。いやもう初めての舞台で、もうやっと出れるってなった。今まで実感は湧かなかったんですけど、やっぱ今日ここに来て
やっぱセットを見たりしたらもう一気に実感湧いてだいぶ緊張してきました。だいぶ顔引きつられてますもんね。これは上は手作りですか？手作りのランボールの新幹線の帽子です。これのためにこのために準備しました。まあ、ちょっとでもさ、やっぱ新幹線運転して分かるように、うん、帽子とこの新幹線でしっかりアピールさせていただきます。今日はこれをかぶってスタート台に立ちます。立ちます、はい、クリアしたいので脱ぎます。まあ、オーディションから今日までどういったことされてきました？はいはい、新吉さん、多分前回大会に出てました新吉さんのところにお邪魔したり、あの家に作ってセットを作ってる方がいるのでそこに何回か遊びに行ってやれるだけのことは準備してきました。どうですか、やってみての手応え？はい、まあ、ファーストステージはクリアできると思います。自信はあります。で、セカンドサードっていけたらいいなと、完全制覇までいけたらいいなと思ってます。まずは絶対ファーストステージクリアします。出発進行。ゼッケン14番、海上自衛隊潜水艦乗員吉田光太です。お願いします。いよいよサスケの舞台です。はい、ずっと学生の頃から夢見てた舞台で、社会人になってからいろいろ関係上ずっと応募もできなかったんですけど、今回初めて応募させていただいて運よく出場が叶ってここに来れてることをすごく嬉しく思います。オーディションの時結構なインパクトあるあれだったと思うんですけど、はい、お仕事は海上自衛隊です。魚雷として働いています。訓練とかでじゃあ魚雷戦って言って戦う、はいはい、配置につけてあったらミサイルや魚雷も撃てる状態にするっていうのが私の仕事です。まあ、なんかいろいろ海上自衛隊っていう仕事自体珍しいし、そのあとは潜水艦に乗ってる人って本当に限られた数の人しか乗っていないので、まあ、いろいろ、まあ、言えないことの方が多いんですけど、まあ、ちょっと話すだけでも、まあ、インパクトは強いかなと思います。その仕事の合間にノートレーニングですか？まあ、基本的にその潜水艦の中にいる時っていうのは音を出しちゃいけないので、ぶら下がれる場所を見つけて一人で懸垂を黙々とやったり腕立て伏せしたり、で足はその出港から帰ってきて陸上にいる時にいろいろ走ったり、まあ、山走るの結構好きなんで山走ったりとか、今までもうずっとサスケの、まあ、セットでの動画とか、まあ、有名な選手の方の動画とかを見て研究したりっていうのしかできなくて、あとはもうひたすら今の自分の体力と精神力でどこまでいけるかっていう、海上自衛隊を代表として出るという意気込みで、初出場ですがそんなの関係なくファーストクリア目指して頑張りたいと思います。お願いします。ゼッケン15番、東大サスケサークル、清水コナンです。そそり立つ壁の傾斜は何度でしょうか？オープンしてください。正解。気持ち的にはいかがですか？そうですね、もちろん緊張してるんですけれども、もう本当に久々の出場ということで、まずは精一杯楽しもうという気持ちでいっぱいですね。1回目っていうのはどんな気がですか？1回目はファーストステージのフィッシュボーンで落ちてしまいまして、そうですね、ちょっとバランスを崩してしまったので、今回はまずはそこを超えつつファーストステージクリアを本気で目指して練習してきたので、まずはそこは目標です。今回の攻略に向けて特別取り組んできた練習とかありますか？そうですね、まずセット練習をちゃんとしてきたっていうのが一つと、あと出場が決まってから毎日走り込み欠かさずしてきたので、やっぱファーストステージは足が重要だと。もう一つはあと公式さんから結構最近 YouTube の動画が上がっていて、過去の挑戦者の動画とかがよく見られるようになっているので、それをこう何百回も繰り返し見て各エリアごとに攻略法を分析してきました。このエリアの研究なんてところはまさにこう東大の頭脳がそうですね、はい、もちろん体力も必要ですけど、こう頭脳をも使ってクリアできたらなと思います。本当にサスケの知識に関してはめちゃくちゃすごい仲間がいっぱいいらっしゃるので、まあ、その友達からいろいろアドバイスも聞きながら、まず自分でトレーニングもして、そのみんなの力を組み合わせて今日は攻略できればと思います。
あの今大会兄弟サスケサークルも出てますけど、はい、そこへはどうですか。そうですね、もちろん一緒にクリアしたいという気持ちもありますし、ただやっぱ負けたくないなという気持ちもあるので、まあ、一つでも先のエリアに進めるように頑張りたいと思います。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。